2005年、フランスのブローニュシュルメールで行われたエスペラント大会に出席したクロードピロンクロードピロンはスイスに住んでいたベルギー人で言語学者で心理学者。1956年から1961年まで国際連合で英語、中国語、ロシア語、スペイン語の翻訳者として活躍した。国連を離れた後は、 世界保健機関の仕事で世界中で活躍した。国連での活躍の後、エスペラントを使って日本、中国、ウズベキスタン、カザフスタン、アフリカ、南米、ヨーロッパの国々など世界中を旅した。また、サンフランシスコ州立大学でエスペラントを教えた。エスペラント学士委員の会員を務め、世界エスペラント協会の名誉会員に選ばれた。 ピロンは、ジュネーブ大学で、心理学を1973年から1994年まで、教えた。彼の出したフランス語の本でデフィー・デ・ロング、ドゥ・ゴッチス・英雄・ボンセンスは、国際交流の精神分析について扱った。ポルトガル語版は、王、デッサフィオ・ダズ・リン・ウィス、ピロンの著作は、教科書、長編小説、詩、研究書など多岐にわたった。 彼の最も有名な作品はガーダ・マラピリーズと良い言語である。彼はヨハン・バロノというペンネームでも表している。ガーダ・マラピリーズはエスペラントの教科書を兼ねている短編小説でインターネットのエスペラント講習会でも使われている。ラボナ・リンボは基礎的な言語学とエスペラントのコミュニティについて扱っている。その中で彼は ヨーロッパ言語からの不必要な信語の導入に反対し、想像力を活用し、基礎語彙を組み合わせて単語を作る造語法を推奨した。彼は自分自身を表現する十分な語彙を学習する場合、エスペラントは他のどんな言語よりも容易だと紹介した。ピロンは複数の言語から歌を翻訳し、それを紹介するためにギターをよく持参した。 1982年にその歌を吹き込んだカセットテープフランデピロンを LF クープから売り出した。ありがとうございます。